嘆きの川より世界を沈める。こんにちは、今日はシャドバ界隈で物議を催すようなとんでもないね、ニュースがあったんやけども、まあ、とんでもない出来事があったので今日はそれについて話していくんやけども、我がギルド名エッグトマト帝国に、まあ、新たなね人が加わったと。シャドーバースクイーンズカップ2018チャンピオン、この称号があるということは、まあ、偽物ではないということやね。ナシコちゃんが、我が帝国にね、入隊してくれたと。いやまずそのシャドーバークイーンがこんなね底辺ギルドに入ってきたっていうのがまずやばいよね。でなんかちょっと聞いてみたんやけど、なんで自分のそのギルドに入ってきたのかという質問に対して、なんかあんまり入るギルドがなかったと。でやっぱシャドーバークイーンともあってさ、やっぱそのナシコちゃんのやっぱ囲いっていうかさ、そういうのってめっちゃ多いやんか。でも引っ張りだこやと思うよ、俺のギルドに入ろうぜみたいな、私のギルドに入ってくれないかなみたいな誘いがあると思うよね。自分はないわけじゃないと思うよ。でそれでギルドに入っていなかったっていうのがねなかなか意外やった。でこれについてなんやけど、あの自分から強制的に加入させたとかね、そういうなんか裏の権力を使って、まあ、ナシコちゃんを強制的にこのね、ギルドに誘い込んだんじゃなくて、ナシコちゃんの方から私ギルドに入りたいんですって言ったから自分は入れたわけであって、まあ、そこはちょっと勘違いしてほしくないっていうか、なんかそのナシコちゃんの囲いとかなんか界隈とかシャドバ界隈でさ、なんか無理やり押し入れられたみたいなね感じのイメージつくとちょっと嫌なんやけども、あのあくまで自分は受け入れた側なんで、そこだけはねしっかりちょっとメリハリをねつけたいと思うんやけども、まあこれでね我がギルドは帝王と女王っていうね、まあ二つのトップの、メンバーが加入したということで、まあギルド的にはかなりねやっぱ地位的にはねかなり上がったんじゃないかなっていうね、まあ自分だけじゃねもう全然ダメなんで、まあそういう人がねやっぱ一人でもいるだけでかなりねこのギルドの価値っていうのはね出てくると思うんやけども、まあ一つ言うとするならば、ちょっとグランドマスターになってる人が少なすぎるかな。まあ自分もそうなんやけど、これマスターはおるけどグランドマスターになってんのがねえクイーンと、中さんだけだもんねまあギルド的にはね多分結構弱い部類のギルドだと思うんやけども、まあ今回動画でまあひいきするじゃないけどね、やっぱりまあ世界でやっぱ女性の中で一番強いと、一番強く、勝ち残ったということで、まあ一応権限をね与えとこうかなと思います。まあサブリーダーって言うんやけども、まあ任命一応しとこうかな。はい、これでね私がリーダーでサブリーダーがランランさんとナシコちゃんということで、まあこのギルドを運営していこうかな。まああんまり何もやってないけどね特に、まあ特にねこのギルドでやるなんかその対戦したりすることができないと。でこれについて一番話したいことがあるんやけども、このギルドにまず定員数の上限っていうものをまず一つ上げてほしい。まあ二つで、もう一つ目が通知機能っていうのを設けてほしい。この二つの点をちょっと運営にね、この動画を見た人はちょっとね抗議してほしいな。で一人私のね有能なリスナーさんがご意見ということで、つぶやいてくれたよ。いつもお世話になっています。この度はギルド機能の定員についてのご要望で連絡させていただきました。現在私の入っているギルドには他にも参加したいというユーザーが多数おりまして、全員を加入することができない状態です。さらには新しい加入希望者のために善意で仕方なく脱退するメンバーも出てきました。このようなことを少しでも提言したいので、もう少し定員を増やしていただけないでしょうか。またギルド対抗戦などのチームとして楽しみ方を用意していただけると今後ギルド内の活気があふれると思います。すでに運営内でも議論されている内容であるとは思いますが、何卒よろしくお願いいたしますと。まあ帝王信者って結構変な人多いけど、まあすごい文もまとまっててね、すごいなんかパッと見てすごいわかる内容というか、まあ別にもう最悪コピペでもいいと思うんやけど、まあちょっと入れ替えてもいいんやけど、そのこういうね抗議の文を運営に送った方がいいんじゃないかなってね、ちょっと私もちょっと送ろうと思うんやけど、やっぱね声に出してなんかその改善してほしい点があるならば、抗議することによってやっぱ改善されると思うよね自分は。なのでまあちょっとね
やっぱその、もともと30人いたんやけども、まあ、ちょっとなんか善意で、まあ、帝王のためにということで、まあ、抜けてくださって、定員増えたらまた入るからみたいなね、本当にもう真摯な人が多くて、まあ、すごい助かってるんやけども、やっぱなんか心苦しいよね、やっぱ入ってた人が抜けてしまうっていうのは。なので、定員数の、まあ、増加、そして通知機能ね、あのね、例えばここでなんか BO なんとかの対戦募集しますってやっても、通知機能ってかリアルタイムじゃないですか。だから、例えば私と対戦しませんかってコメント打っても通知来へんからそのできひんのよな結局で。なんか感染機能とかもあるけどさ、だから例えば多分そのこうこうこういう日付に何時何分に、私たちは戦えますみたいなね、そういう時間をなんか設けて事前にやらないといけないというめんどくささもあったり、まあまだまだねこのシャドバのギルドという機能には改善すべき点が多すぎる。うん、だからまあなんやろな、今回の動画で一番言いたいのは、まあ一番やっぱ言いたかったのはこれなんよね。やっぱギルドのその定員数と通知機能を増やすと。で、皆さんにこの動画見てもらったら、一人でも多くの方に運営に抗議の文を送って、それがなんかね、達成すればね、私たちの力で、ね、帝王信者の力で、まあギルドのね、この通知機能とか、その他諸々の改善点が見えたってなるとさ、それはそれで自分としてもなんかなんか動画投稿しててよかったなって思えるんで、まあ多分運営もね、結構その一人の意見を聞いてくれる、なんかツイッターとかでもなんか質問募集したら返信返ってくるみたいだから、まあ多分送ったものっていうね抗議とかねしてくれると思うんで、とりあえずね声に出してねちょっとやってみる方がいいかなと思います。で、まあ最後になんやけども、なんかそのシャドバ界隈とかでさ、なんかまあね、このなんか動画見ててさ、俺のナシコちゃんをなんでこんなしょうもないギルドに追加したんやみたいな感じで携帯割る人とかね、まあテレビを壊したり発狂する人が多分いるかもしれないんやけども、まああくまで自分はね、まあ受胎的というか、入りたいって言ってきたから、許容して入れただけであって、自分がそのなんか強制的に裏の権力を使ってその脅しとかそういうのを加えて無理やりこのねギルド名に入れギルドにこう入れたわけではないからね、そこだけはやっぱ意識してね、ちょっとちょっとね、ちょっとそれははい。まああとはね、この動画見てる人でなんかギルドについてなんかこうこうこういう風にしてほしい点とか、なんか改善点とかね、なんかこういう機能いいとか、なんかギルドについてねその意見的なね、ものをなんかコメント欄に書いてもらえれば、なんか面白いなと思いますね。私たちのギルドはこんな感じでやってますよみたいなね。ただね、なんかその実況者とかじゃなくて一般の人、まあ実況してない人とかっていうのはメンバー30人集めるのきついような気もするんよね自分は。まあ自分はたまたまなんか30人入ってきたけども、やっぱ一般の人ってギルドメンバーも少ないと思うよね。で、他のなんかソシャゲってギルド同士の大会っていうかね、対抗戦みたいなのあるんやけどね、そういうものもないからね、なんかギルドに入ってる意味っていうのをね、あまり感じてない人も結構多いっていうのが、まあ、今までちょっと見てきた現状かな。まあ運営としては、ちょっとこのギルドに入っている意味というものを感じさせるような、イベント的なものをね、ちょっと開いてほしいですね。はい。まあこんな感じかな。